はい、おはよう、ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんは顔がどこにあるか分かりにくいよ。ジャン君、実はこの2人、朝一番でめちゃめちゃ甘えたんですよ。ね。起きてすぐは甘えタイムなんだよね。どうやら猫の方が先に目は覚めているようで、人がですね、目が覚めた感じを感じ取るとスリスリしてくるわけでございます。で、起きようよ起きようよって言ってですね、で、だんだん朝始まっていくと。で、目が覚めて活動を始めると落ち着いちゃうのね。ジャン君、乗る？乗らない。そしてブラシ。今日もですね、マオイママさんとクロケンパパは2人でフォークソング同好会の、まあ、練習ですかね、出かけていきます。ステージを使って練習をするということなんですが、その分この人はお留守番です。気づいているかな？この人もお留守番です。2人で楽しくやっててね。
んで。あれ？あれ？なんで？はい、来ました。ジャン君。ジャン君。よいしょ。フォックソング同好会で疲れ切っていたので、うとうと寝とりましたが。ジャン君、かわいい。ジャン君。本当にあった怖い話も眠くて怖くありませんでした。全然怖くないじゃんと思いましたけど。ま、眠い時には怖くないね。新しいのは取ってあるから、うん、そっちを見るがいいよねえ、ジャン君。ジャン君、だって同好会がちょっとね、ちょっといつもより遠いところにあったの。そして坂の上にあったので、お前にも迫ってたの。少し弱ったよ、ジャン君。ねえ、ジャン君。さあ、もうさっさと布団敷いて寝よう。寝るんだって、ジャン君どうする？ジャン君も一緒に寝る？ポンちゃん、ポンちゃんはベッドの中でなんかじっとしています。パーン、ジャンコ、ジャンコ。